どうも、トモハッピーの自由奔放チャンネルです。このチャンネル始めて結構経つからさ、そろそろ事務所行った瞬間ドッキリ来るんじゃないかなと思ってるんですけど、おはようございます。おはようございます。来るかな来るかな来るかな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんかないの？おはようございます。今日朝からさ、撮影しようって言って決めてたけど、なんかないの？遅いっす。いや、遅いのは遅いと思うよ。10時って言ったのにさ、あ、10時半ってなってさ、結局ね、10時半も過ぎてるじゃんね。はい、遅いとは思うんだけど、はい、なんかないの？朝から今日撮影の約束してたんだけどさ、中村君、はい、なんかないの？頑張りましょう。頑張りましょう。なんかないの？なんかないの？なんかないの？頑張りましょうは頑張りましょうなんだけど、はい、なんかないの？なんかチョコ、うん、チョコありますよ。チョコ？バレンタインじゃないよ今日。今日なんかないのかい？今日ですか？もうこの日この時間から撮影しようって言っててさ、はい、なんかないの？なんか、うん、まあ、簡単に言うとちょっとそろそろ欲しがりだなみたいな。欲しがり？うん、欲しがり、うん、ちょっと持ってくれる？右手でセルフィー撮るとき右手で持つでしょ、男性が。そうなんですか。うん、知らない。右利きの場合が多いから。右手で真ん中からやるの辛い。そうそう、こういう感じだね。こういう感じで、はい。何を欲しがってるんですか？なんかないの？ちょっと傾いてるよ。傾いてるよ。はい。あえておしゃれで斜め撮りしてんの？あ、そうです。知らない。違います。完全にさ、気抜けて待ってるところからさ、はい、あれよね、撮りながら入ってこられると結構やりづらいよね。やりづらい。いつもやっぱスイッチ入るんだね、天の声もね。スイッチ入れてやってんだね。はい。何でしょう、何すか何すか。なんかないの？え？ないの？何もないです。よく言うやん。はい、よく言ってるやん。言ってます？ハッピーハッピーハッピーだね、今日もいい日だね、天気で。いや、じゃなくてさ、ハッピーとか欲しくないんだよ別に。何すか何すか何すか。ハッピーじゃないですか。いや、人のハッピーも大事だけど、はい、別に人に別にハッピー言ってほしいみたいな、強制ハッピー家に来みたいな感じじゃないよ。ハッピー最高じゃないですか。ないの？え？ないの？そろそろ。そろそろ。ないの？ここ勤めて何年になる？まだ1年も経ってない。そう。ここっていうか、まあそうね、前職からお世話になってるけど、その、ここ、俺の部下としては1年経ってないね。経ってないです、経ってないです。何ヶ月経ってんのも。あれ？まあ。系列にいてってことですか？いやいや、直接部下としてよ。直接、うん、今で8ヶ月ぐらいですね。そうね。はい。そろそろないの？そろそろ、うん、そろそろないの？そろそろないのかよ。え？ないのかよ。ない。ゼロだよ今のとこ。何がっすか？何がゼロ？クイズだよ。クイズ、うん、怒ってるよ俺。もうさすがに堪忍袋の尾が切れたと言っても過言じゃないね今俺。切れてる感じのテンションではないですけどね。いやもうそれはその分かんないじゃん。はいはい。面の皮厚いからもうブチ切れてるけど、内心バチ切れてるけど、はいはい、明るく振る舞ってるだけかもしれない。カメラ回ってるなんですかね。モーニングコールですか？モーニングコールじゃない、別にそれは頼むときは頼むけど、はい、今日最強の目覚ましかけて寝たんだけど、はいはい、寝坊したね。なんか気づいたらアラーム確かにオンにして寝たはずなのに、はいはい、気づいたらなんかオフだった、朝起きたの。いや絶対切ってるじゃないですか。と思う、うん、ちょっと話しとかないとダメだね。はい、距離的に自分のリーチ外に完全に出しといた方がいいな。そうですね、うん、うるさいんでどうせ、ね、遠くに置いといた方がいい。それではないんですか？違う違う、うん、どういう系ですか？ちょっとヒントください。ヒント分かんないです。いやだから今日この日ね、この時間から撮影しようって約束してたじゃん。はいはい。ちょっと遅れちゃったけど、はい、そこよ、ヒントはそこよ。でよくドッキリ。そうだよ。あ、ドッキリ。そろそろドッキリあるんじゃないかな、期待して来てみたの。なんだそれ。わかるか。自由奔放だな。なんだそれ。わからんす。いや正直だからもうタイトルはよく分かんなかったけど、俺もなんで取り出したのか。はい。ちょっとウォーミングアップ的なね、今日の撮影。ああ、この後のハッピーチャンネルの方を撮るんだ、はい、この後開封とかね、大事な。まあ結構引退品開封だったり、はいはい、あのブロッコリーパー大量開封とか、あと MTG の新商品開封とかね。そうですね、まあ、いろいろやっていく日なんですけど、そのウォーミングアップ兼ねて、まあ、決まったよ。でもタイトルもう堪忍袋の尾が切れましたよ。もうそろそろ今日あたりもドッキリ来ないと一生来ないんじゃないかなって思う。いやいや斉藤さん、ま、トモハッピーまだタイミングありますから。どういう持ち方なんですか？震えてる、震えてるやん。こう右手でこう脇締めてバシッと持つと
いやでもまだまだあれですよ、うん、ドッキリ取るタイミングありますから。できれば両手で持つと。ドッキリ取るタイミングある。ありますあります。でもこうやって俺両手で持ってると話が硬くなっちゃうね。腕脇締めてさ。確かに。ある？ありますあります。例えば？来週のね、火曜日の朝の撮影とかも。それ言ったらつまんない、はい、内容の話よ。例えば、例えば。あれやばくね？あれ剥くんだぞ、これから。あの、ん？これじゃないな。あれあれ、あれやばくない？あれですね。超大量じゃん。ブロックフリパ買いまくっちゃった。はい。で？まあ、例えば。例えば。うん、これドッキリの例えばってめっちゃ難しいよね。うん、めっちゃむずいですね。うん、まあ、1個例あげてもらって終わるか、このくだらない動画は。あ、もうあれです。視聴者の方をこれ以上お目汚しするわけにはいかない。視聴者の方の、日本語って難しいよね。視聴者の方のお目汚しをこれ以上するわけにはいかないですね。はい。まあ、社宅に忍び込んでね、ドッキリで起こしたりとかあるじゃないですか。あ、強制モーニングルーティーン的な感じ？ああ、いいね、いいね。はい、っていうのもあるじゃないですか。最近僕ね、あの、結構、秋葉原に泊まり込んで仕事効率上げてるんでね。仕事から仕事、秋葉から秋葉の日にも、がっつり遅くまでやって、次の日朝早くからやって、で、なんか、休みの日を増やすみたいな感じ。休みが少なすぎたから、長年ね。そうですね。そんなんじゃさ、新しいビジネスアイデアも生まれてこないしさ。余裕が必要ですよ。そう、頑張り続けらんないよね、ちゃんと休まないと。やっぱ、思った、この1ヶ月半、2ヶ月で、休み少なすぎて、思った、ダメや、みたいな。最後、結局、風邪ひいて、2、3日さ、結構生産性低く過ごしちゃったもんね。はい。まあ、それでも良かったけど、その稼働できた分のが多かったけど、あれを続けたらダメだね。あれは100メートル走、200メートル走のやり方で、人生っていうそのマラソンをきっちりいい形で走り抜けることはできない、あのやり方じゃ。だからちゃんと働く日にがっつり働いて、休む日にがっつり休もうと思って。そんな話はいいね。とりあえず何、家に強制侵入してきて、はい。で僕が、うん、押し入れとかに隠れて驚かすっていう、はい、びっくりですね。ドッキリ。ドッキリですね。朝忍び込んで、クローゼット開けて着替えようとしたら中村くん出てくる。うわーっつって。結構面白いね。鍵持ってるしね、はい、俺のね。持ってるんで全然忍び込んでる。寝泊まりする場所の。ベランダとかいない。それはシンプルにびっくりすると思う。ベランダに例えば。いいよ。それは全然やっていいよ。それの3倍ぐらいまでなら許容する。あ、そうですか。はい。そういうのを考えてます、うん。前も言ったじゃないですか。そろそろドッキリやりますねって。だから今日来るかと思ったの、そろそろ。なんか事務所来たらカビゴンが寝てるみたいなさ、通せん坊してって通れないみたいな。はいはい、笛吹かないと通れないですね。そういうの期待してきたんだけど、今日はなかったっすね。今日はないっすよ。はい、そろそろあるかと思ったんだけど、ガチのやつが。もう事務所がね、やっぱカメラいっぱいあるしね、もうやりやすいよね。こうご期待って感じ。てか腕痛いからそろそろじゃあ、はい、さよなら、また近々。